イエーイ、リュウノです。よろしくお願いします。というわけで本日はシーンさんで爆買いをしたので購入品紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、もう開封はしてるんですよ、実は。なのでこの中にはゴミしか入ってないんですけど、皆さんにご紹介したいと思います。購入品をね、さっきも言ったガチのレビューをしていこうと思うから、ちょっと口が悪めみたいになってしまうと思うんだけど、ご了承ください。はい、今回は合計20点ぐらい買いました。洋服というよりかはアクセサリーとバッグと1点だけ日用品みたいな感じで購入したので、早速紹介していきます。最初にじゃあアクセサリー系を紹介します。じゃあ1つ目、今つけてるんですけれども、この指輪です。値段とか名前とかわからないので、この辺とかこの辺に載せます。じゃーん、可愛くね。普通になんか結構さ、友達とか周りの友達とかさ、シーンでなんかそういうアクセサリー系買ったら外れなことが多いって聞いたことがあったんだよ。どうなんだろうって不安だったんだけど、意外となんかしっかりしてて、まあギリ大丈夫かなって感じ。安っぽくはあんま見えない、ギリセーフみたいな感じで可愛いと思います。はい、次、こちらのリング可愛いよね。これも見える？これも見た感じそこまでね、なんか安っぽくも見えない、見えずいい感じです。はい、もうじゃんじゃんいくからね。次、このネックレス、やばい、ピント合わないでしょ、キラみたいになってて、でチェーンってなってる。これもまあめっちゃ可愛くない？これもまあギリ安っぽく見えないかなって感じで、いい感じです。はい、で次はブレスレットって言えばいいです。こういう形してるんだけど、これがなんかセットで売ってて、そのセットがこれとこれとこれや、この4つセットで売ってたんだけど、あと残り3つがこのなんかこのグネってなったやつで、ね、めちゃくちゃ狭すぎて入らないのよ。だからこう広げてはめるみたいな感じで、次3つ目、これがかなりもう軽すくて、すっごい、おもちゃみたいじゃない？もうこれ。これは、友達が言ってた通り、安っぽいなと思う。こんな感じ。これだけもう、このなんか、わかる？この、なんて言うんだろう、光具合。こういうこのチェーン。これは、ちょっとブーですね、これ。これちょっとブーですね、これ。これはちょっと、外れでした。で、こちらです。これも、外れです。はっきり言います。外れです。なんと、ゴムです。で、この小さすぎて、こう腕通すでしょ。で、ゴム、見えます。これ、外れです。自分が注文ミスなのもあると思うんですけど、この安っぽいこの感じが、外れです。これ、前髪とかね、こう、くくれるんじゃないかな、みたいな。これ、普通にゴムです。これ、ゴム。これ、ちょっと残念でしたね。見えます。もう、このなんか出てます。この感じ。困ります、これ。っていう感じの、この、4点セットでした。これも安かったね。次、こちらです。こちらも、ブレスレットです。言わずもがな分かると思いますが、ちっちゃいです。はい、つけます。無理です、無理です。無理なんです。わかるかな？無理です。はまりません。これも、ハズレです。これは、自分が太いのが悪いと思います。あと、ちょっとね、まあ、これはまあ、ギリギリ、そこまでおもちゃっぽくは見えない感じなんだけど、はまりません、腕に。困ります。これもハズレです。そして、はい、続きまして、こちら。
こちらも、ブレスレットです。これは、なんか最初の方開けた時に、ちょっと待って、おもちゃじゃね？これもおもちゃパターンじゃね？と思ったんだけど、なんか道見たら意外と可愛い。意外となんか大丈夫っぽい気もする。こんな感じ。あーでもちょっとおもちゃっぽいな、この、ね、変なテカリ、わかる？ちょっとこれおもちゃっぽいな。これもまあ外れ、ちょっとがっかりですね。ちょっといろいろ、次もはネックレスです。こちらまだつけてない。これもこっちと同じ感じのデザインで、ここにキラっていうのが入ってる、キラっていうのがここ入ってて、これは見た感じ、この安っぽい感じにはあんま見えないかなって感じ。でちょっとつけてみます。で、これハマるかな？あ、ギリ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 。あ、ギリ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 。こんな感じ。こんな、あ、ちょっと、きつそう。きつそう。刺さってるもんね、ダイヤ。首に。ちょっとこれは、自分が悪い。でも苦しくはないよ。ちょっとこれもサイズが間違ったなっていうのもあるけど、まあ、可愛いですね、これも。はい。多分このつけることは少ないと思います。はい、ありがとうございます。まあね、みんな安いからさ、失敗してもまあ怖くないけどさ。はい。で次です。次はこちらです。ウォレットチェーンみたいな感じなんだけど、これおもちゃです。もうなんかもう軽くて。これも、これと同じパターンで、この、こいつらのもう、友達みたいな、もう、同類みたいな感じで、これももう、チャッチーです、本当に。おもちゃみたいに、感じで。これも失敗です。こうやって、ベルトにつけて、ベルトっていうか、ループみたいなベルトを通すところのやつに、つけるんだけど、これはもうやばいよね、これ、この感じ。すごいがっかりです。残念です。はい。じゃ次、サングラスを買いました。ちゃんとこういうケースに入って、2個セットで売られてました。これも、1回つけました。顔が大きいせいで、サングラスがすごく、小さく見えます。それでは行きます。見てください、これ。ジョン・レノンかっつって。ちょっとびっくりするんだけど。これも失敗です。すごく、しかもこのもう軽くて、本当になんかもう子供のおもちゃみたいな感じ、本当に。こっちブラウンでこっちブルーなんだけど、このなんかグラデーションになってるのもちょっと気に食わないし、もうここがすごい出てるのわかる？すっごい気持ち悪いよね。これは、絶対に使いません。ありがとうございました。はい、次は、日用品1個だけ買いました。それがこちらです。本当はね2個ついてると思ってたのよ。画像は2個乗ってたから、自分はこれは2個セットだと思ってたんだけど、1個でした。自業自得ですね、これはね。すいません、これで、あ、ちょっとなんか使い方も違ってるけど、はい、これね、シャンプーとかを置いていい感じにしたいと思います。あ、なるほどね、この貼れるようになってるってことですね。ここがシールになって、あれじゃないんだ、吸盤みたいなのじゃないんだっていう感じで、はい、つけたいと思います。続きましてカバンを、違う、待ってちょっと順番ごちゃごちゃなんですけど、すみません、申し訳ない。次はベルトです。ベルト買いました。ベルト2個買いました。1個目、こちら、こういうベルトを買いました。まあ無難に綺麗めの服とかにも合わせやすいかなと思って買ってみました。こういうなんかベルトなんか持ってなかった、ちょっとなんか憧れてたからちょっと買ってみました。うん、いいんではないでしょうか。長いしね、
デブにはちょうどいいあの長さね。ありがたい、はい、次2個目こちら結構あのスタッツがねこうバーンってやる感じ強めのあのベルトです。こちら今日あのつけて出かけてたんですけど普通に入あの入りました。ありがたいです。ここあのちょっとシルバーかなと思ったんだけどちょっとなんか黒っぽい感じの色味です。こんな感じ。自分さこのスタッツがさ前からこう見えるのかと思ったわけよ。ちょっとあのこうやった時さ全然見えなくて後ろだけについてるタイプでした。まあまあまあ可愛いし使えるかなっていう感じで、はい、ありがとうございます。はい、というわけでベルトなんか気持ち悪いもの気持ち悪いものはい、というわけでベルトを気持ち悪いであのベルト終わったんで次はあのバッグを紹介します。で今回バッグを結構買ったんですよ、まあ、1個ずつ紹介していきますね。こんなバッグ買ったこと初めて。でもめちゃくちゃ安かったからちょっともう爆買いしてしまったんですけど最初に、今日使ってたやつこちら。これはこうやってこう引っ掛けてこう持つタイプのバッグで可愛いと思ってなんかおしゃれじゃないこの感じ。これでこう持ってこう歩くみたいな。で生地もねそんななんかよくあるような感じで使い勝手良くてちょっとこれは買って良かったと思います。いろんな色もあるから気になる人は見てみてください。はい、次。いやいや、あんま気に入らなかったこれからこちらじゃーん、ショルダーバッグです。めちゃくちゃちっちゃくてなんか思ってたのと違うなっていう感じだったのよ。あと思ったシルバーのバッグをぶら下げて出かける勇気あるのかなって思って、しかもなんかここなんか曲がっとるしさ、なん、はい、あのこれ財布なんだけどこれ入れたらもう何も入らなくてこれ何に使おうと思って、ミスったなって思うんですけど、でまあ レディースなんだよ。レディースだからしょうがないんだけどちょっとなんか今日の格好にも合わないけどちょっとなんか違うかなって感じでこれも失敗しました。次こちらじゃーん。これを見た時にえめっちゃ可愛いと思ったんだけどこれも同じくこれしか入りません。逆にこういうバッグを持つっていうことは、まあ、キャッシュレスよね。財布入れたらもう終わりこれなんで。であともう一個もう残念だなって思うのは開けます。ちょっと短くないっていう。短いよねこれ。短いよね。と思ってちょっと残念なんだけどこのやっぱなこのダイヤが好きなんだよな自分。ちょっとデザインは可愛いからちょっといいなと思うんだけど何も入らないなって感じで可愛いけどこれもちょっと失敗したなって思いました。はい、で続きましてこちらですね。じゃーん。このデザインが可愛くてここがなんかこうなってるなんかチャックになってて可愛いと思って買ってみたんだけど、まあ、使い勝手良さそうなバッグですね。ちょっとこれがちょっと嫌なんだけどこの感じがわかる？ランドセル開けるみたいなこの感じがちょっと嫌なんだけど、まあ仕切りもあっていいよね。ちっちゃくともあるし、でもちょっと嫌なのがこの中身がちょっとなぜ赤っていうのがちょっと嫌なんだけど、まあ安いしいいかなっていう。これも長さちょうどいいし、ここで調節もできます。こんな感じ、うん、いい
感じです、これは。うん、いい感じ、いい感じ。かわいい。はい、次。こちらです。これ、夏っぽくていいかなと思ってさ。かわいくない？これこう、ここ持ってるのでもなんかおしゃれじゃない？ちょっと今の格好に合わないけどね。てか自分さ、これに合う格好なんてできると思うんだけど。もういい感じかなと思って買いました。いいよね。かわいいよね。あ、このカバンさ、なんかこれついてたのよ。これ。こういう取っ手ついてたわ。ごめんなさい。はい。これも可愛かったです。で、次ね。これがもう自分、可愛い。これはもう激かわって思うカバンが、これ、じゃーん。可愛くない？これ。ちょっとレディース感強めだけど、めっちゃ可愛いと思って。結構入るし、赤じゃないっていうのもいいね、この中身が。綺麗めな格好するときに、いいよね。で、綺麗めな格好結構好きだから、こういうの合うかなと思ってさ。めっちゃ可愛い。可愛い。これ可愛い。買ってよかった。あ、あともう一個。ブレスレットを忘れてました。こちら。これも可愛いと思って買ってみました。なんかベルトっぽいなんか感じになってて。でも、つけづらくて、あ、こんな感じ、こんな感じ、入ってきた。こんな感じ、見えますか？こういう感じ。これも、でも、ちょっとおもちゃっぽいかなと思うんだけど、可愛いよね。なんかつけてみて、あんまりしっくりこなかった。ちょっと微妙。なんかつけてみたら微妙なことあるよね。なんか見たとき可愛いけどさ、画像とかで。なんかこれもあんま微妙でした。なんか、あんまときめかなかった。もう一個だけ忘れてたことがあって、このピアスも買いました。これ。これ、なんかボディピアスみたいな感じ？これと同じ形なんだけど、ボディピアスってさ、この玉がこう、取れるのよね、こういう感じで。このシーンで買ったやつはここが外れるんですよ、こうやってね。それは全然いい、それだと思って買ってるから。この太さがいいなと思ったからね。こっちと違って、ちょっとこっちの方が太いの分かる。この太さがいいなと思って買ったんだけど、このね、玉の部分動くんだよね。なぜ動かしたと思って、ちょっとこれがちょっと微妙かなと思っています。で、こう耳振ったら鳴るんだよね。ちょっとそれがちょっとうざいなと思って。なんなら取れますこんな感じ。忘れてたので紹介しました。それでは本編、タイムスリップ。はい。というわけで、全商品を紹介いたしました。皆様、いかがだったでしょうか？シーンのリアルはこんな感じで、良くも悪くも、安いからこそのクオリティというのも、ちらほら見えましたが、まあ悪くないかな、って感じです。今後もなんかまた可愛いのとかあったら買ってみようかなと思うので、皆さんもよかったらぜひ、シーンで購入してみてはいかがでしょうか。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。コメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。グッバイハッピーです。